振り子を用いた機械式メトロノームメトロノームは一定の間隔で音を刻み楽器を演奏あるいは練習する際にテンポを合わせるために使う音楽用具である。プラハにある巨大メトロノームオランダの発明家ディートリヒ・ニコラウス・ヴィンケルが考案しドイツの発明家ヨハンネ・ネポムク・メルツェルが1816年に特許を取得。メルツェルの友人ベートーベンも早速利用した。 メトロノームが発明されてあと多くの楽譜にメトロノームの数値によってテンポが示されている。例えば、mm イコール100とあればメトロノームのメモリを100に合わせた時のテンポを示す。これは1分間におよそ100拍であり、テンポ100と呼ぶ。ここで、mm とはメルセルのメトロノームの意味である。また、ほとんどのメトロノームは 二拍ごと、三拍ごと、四拍ごと、六拍ごとに小さな鐘などを鳴らす機能がついている。これを表紙に合わせて小説の頭を知ることができるのである。機械式メトロノームは一種の実体振り子である。重りがついた振り子の腕が左右に触れるつど、カチッという音が出るようになっており、この音によって演奏のテンポを合わせる。また、腕には位置を調整できる。 もう一つの重りがついており、この U 重りを腕の目盛りに沿って上下することで反復の間隔を調整する。機械式メトロノームは地球上の引力で使われることを想定されているので重力が変化すると動作するテンポも変化する。U 重りを移動させると重心の位置が移動するが、振り子全体が合体である実体振り子では重心が 軸に近づくにつれ周期が長くなることを利用し、タンフリコに比べてとても小さいサイズで長い周期のリズムを刻めるように工夫されている。一般的な機械式メトロノームのメモリはほぼ、等比的で、次のようになっている。日本で販売されているほとんどの機械式メトロノームは、毎分40回から208回までの範囲で動作する。かつては、 GSB9803 で定められていたが、この規格は1999年に廃止された。もともとは機械式のものが主流であったが、設置の傾きや長年の使用による機構の劣化により、白にズレが生じることがあり、最近では機械式の初欠点を克服した電子式のものが多くなってきている。電子式は音を出すスピーカー以外の機械駆動部がなく、 気候の劣化が少ない。また、設置状態による影響も受けないため、いろいろな場所に置いて使える利点がある。機械式は設置場所の引力を地球上と決め打ちされているので、引力の影響を受けるが、電子式は受けない。部品点数が機械式と比べると少ないため、低コストで製造することが可能である。様々なリズムパターンに対応することも、電子式では、 低コストで可能である。機械式ではリズムパターンを増やすごとに内部の部品点数が増え設計開発費及び1個あたりの材料代や製造個数が上がるがソフトウェアによる電子式の場合は設計開発費が上昇するだけなので製造個数を増やせば低コストで製造可能である。市販されている電子式のものでは自由な範囲のテンポを設定できるが 実用的には毎分30回から250回程度のものが多いようである。チューナーや電子楽器に内蔵されているものもあり、電子ピアノに内蔵されたものでは毎分5回から500回設定できるものもある。また、スマートフォンやパソコンなどの汎用コンピュータ用のソフトウェアとして動作するものもあり、機械式メトロノームを模した画面など GUI を取り入れたものが多い。 小型のものは音楽以外の分野にも応用される。自転車でのトレーニングにおいて、ケーデンスの管理、ゴルフのスイング、ダンス、パチスロの攻略等に応用される。ありがとうございます。